ウィーダ・ウィーダはイギリスの女性作家。ウィーダはペンネームで彼女が幼児の頃本名ルイーズをそう発音していたことに由来する。本名はマリー・ルイーズ・ドラ・ラメイという。日本では1872年発表のフランダースの犬で知られる。サフォーク州ベリーセント・エドマンズ出身。フランス人の父ルイ・ラメイとイギリス人の母スーザン・サットンとの次女。 姉については、一切が負傷。20歳頃より小説を書き始め、1863年にデビュー作となる、囚われのみとなってを発表して、作家活動に入る。代表作2867年、二つの旗の元に塔がある。これは出世作になっており、後に映画化されている。その他、生涯に、ストラスモー、ニュールンベルクのストーブ、 銀色のキリストをはじめ40冊以上の物語を執筆している。1870年頃、父が没したため、イタリア王国のフィレンツェに移住した。犬好きで動物愛護協会設立に尽力し、晩年は多数の犬と暮らした。フランダースの犬執筆当初は、売れっ子作家であり、上流階級のサロンに出入りするなど、 人気の絶頂期にあったが、晩年には、多額のペットの飼育費が、生活費を圧迫し住む家も失うなど困窮を、極める。1908年、肺炎で、ビアレッジョに没死、バーニディルカのイギリス人墓地に葬られる。一度は結婚していたが離婚しており、その後は独身だった。墓標は、本人の残した文学を愛する読者により寄贈された、もので、成果の残る。 現在の英国のベリーセントイドマンズでは記念碑が立っている。他多数、ありがとうございます。